収支報告書の訂正が相次いでいることについては、前回の時にも申し上げましたように大変申し訳なく思っておりまして。片山大臣は、自らが代表を務める政党支部や政治団体などの収入およそ379万円と支出222万円の合わせておよそ600万円について、政治資金収支報告書を訂正しました。先月30日に総務省が2017年度分の収支報告書を公表する直前の28日に訂正を届け出ました。訂正が公表の直前になった理由について、片山大臣は、何か出てこない可能性がゼロではないので、ギリギリまで待ったと釈明しました。片山大臣が収支報告書を訂正したのは、大臣に就任して以降、4回目になります。